皆さん、こんにちは。パリ五輪卓球女子日本代表の主軸を務めた早田ひな選手、シングルスでの激闘中、左腕に名誉の負傷を負ってしまいました。その負傷した部分の現状はどうなのでしょうか。ある授賞式の会見でそのことについて触れたようです。詳しく見ていきましょう。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。タレントの石原良純さんがパリ五輪真っ只中の2024年8月5日、テレビ朝日系羽鳥慎一モーニングショーにスタジオ生出演し、卓球女子で史上3人目の五輪メダリストとなった早田ひな選手の左腕の怪我に言及しました。早田ひな選手はドライヤーを使うなど、一人で入浴もできないほどに利き手である左腕を痛めつつも、執念のプレーで銅メダルを奪取しました。当時、日本時間同日午後5時から行われる女子団体戦の出場をファンが注視していました。結果的には出場し、銀メダルを獲得しています。石原良純さんは他の競技では負傷のイメージがしやすいとしつつ、あの軽いラケットで軽いボールを打ちながら、自分の手を振ることだけで壊しちゃったってことでしょ、と目を丸くしてコメントしていました。早田ひな選手は力強く豪快なプレーが特徴であるため、石原良純さんはどれだけ振っていろんな動きをしているのか、蓄積疲労ももちろんあるだろうけど、と早田ひな選手のパワープレーを生み出すために腕にかかる負担の大きさに驚きを隠せない様子でした。その後も、僕らが思っている卓球とこの人たちのやってる卓球との差みたいのが、手振っててあの軽いボール打ってて壊れちゃうんだよ、と繰り返し、一般人からは想像ができない世界にいるとの持論を展開し、感嘆していました。そのパリ五輪で負った怪我の様子はどうなのでしょうか。早田ひな選手は、まずは怪我を治して元気な姿でプレーすると述べ、左腕負傷から復活期すことを誓っています。神月財団は2024年9月10日、東京都内で国際大会の成績優秀者に贈られる2024年度、神月スポーツ賞の表彰式を開きました。卓球女子ではパリ五輪のシングルスで日本人3人目の表彰台となる銅メダル、団体では銀メダルを獲得した早田ひな選手が受賞しました。左腕の怪我を乗り越え、日本にメダルをもたらした主軸は、自分がまさかこういった賞を受賞できるとは思っていなかったので嬉しい気持ちがあります、と笑顔を見せていました。ちなみに、五輪中に痛めた左腕には包帯を巻いて出席しています。まずはしっかり怪我を治して皆さんの前で元気な姿でプレーするのが今の目標です、と思いを込めて述べました。五輪後は試合出場はなく、治療を行っているとのことです。左腕に負荷をかけた練習はまだ取り組めていないそうですが、その分走り込んだり下半身強化に励んでいるそうです。パリ五輪では目標としていた結果を出すことはできなかったので、結果を出すために自分と向かわないといけない部分も多い、一つ一つクリアしていきたい、と述べています。栄えある賞を自信に変えてさらなる成長を期していました。この様子にファンはコメントを寄せています。痛み止めを打って3位決定戦を戦い、その後も団体戦ダブルスに出続けたことを考えると、怪我した当初より悪化している可能性があるかもしれません。まだオリンピックが終わって1ヶ月しか経っていないので、焦ることなく4年後にベストを尽くせるよう感知させることに専念するのが一番だと思います。焦っても悪化するだけなので、完全に治るまで心身ともにリフレッシュを図ってほしい。復帰した時には試合感覚や打球感など感覚を取り戻すのに時間はかかるけど、怪我が治りさえすればしっかり取り戻せると思っています。復帰を待っていますという声もたくさん届くでしょうけれど、その方々は早田選手がしっかり治療されることも望んでいると思うので、今は治療に専念してください。個人戦の3位決定戦はわかるけど、その後団体戦に強行出場を続けたのは理解に苦しみますね。来月開催のアジア選手権は来年の世界卓球予選なので、世界卓球も出られなくなります。患部はかなりダメージを受けたんだろうから、まずは休んで足腰を重点的に鍛えるのもいいのかもね。授賞式では簡単な質疑応答が行われました。オリンピックを含めて輝かしい実績を残されてきた中で、周りからの支えも大きかったことでしょう。早田ひなさんがここまで成長する上でどのような影響があったのでしょうか。本当に多くの方の支えがなければ今の自分はここにいなかったと思います。
オリンピックでも多くの方々が支えてくださり、私は治療に専念しつつ競技に集中することができました。これから先苦しいこともたくさんあると思いますが、応援してくださる方々がいるので、その気持ちを忘れず恩返しの気持ちを持って頑張っていきたいです、と述べました。質問には選手として今後の目標や展望について聞く場面がありました。これについて早田ひな選手は、まずはしっかり怪我を治して、また元気な姿で皆さんの前でプレーすることが今の目標です。そしてパリオリンピックでは自分が目標としていた結果を残すことができなかったので、その結果を出すために今後も自分と向き合ってやるべきことを一つ一つクリアしていきたいと思います、と語りました。そしてやはり左手の回復状況の詳しい内容について問われる場面がありました。私自身もまだわからない部分が多く、病院に通いながら相談している状態です。今は左手に負荷をかけることができないので、体幹トレーニングや走り込みなどを行っています。足は使えるのでその部分をしっかり鍛えています、と答え、未だ回復途上にあることを示唆しました。さて、早田ひな選手が自身のインスタグラムを更新しました。地元福岡でのオフショットとともに、自身がアンバサダーを務めているオメガの時計を公開しました。これにファンからは、可愛い時計ですね、おしゃれ、と絶賛の声が上がっていました。インスタの画像からは、まず地元で束の間のオフを過ごしたことがわかります。白いキャップでサングラスをかけた早田ひな選手は、カフェのような場所で飲み物を楽しんでいるようです。注目は右手につけている腕時計でしょう。早田ひな選手は、福岡でたくさんの方とお会いできて素敵な時間になりました。相棒と共に、はあ、かわいい、と写真と共に投稿しています。相棒とはオメガの時計で、文面からもすっかりお気に入りのようです。これにもファンからは様々なコメントが寄せられていました。実は、早田ひな選手は、パリ2024のアンバサダーに就任していました。大会前には、オメガの時計と共に究極を目指して頑張ります、と投稿しています。その際、2枚の写真はいずれも黒一色のコーディネートで、シックなワンピース姿と肩出しのドレス姿でした。そして左手にはオメガの腕時計が装着されています。特に2枚目は髪を下ろし、競技中とは別人のような雰囲気も感じられ好評でした。ファンからは、完璧モデルさんですね、美しくかっこいい、女優みたいやん、ユニフォーム姿以外を見られるのっていいわ、髪型変わると雰囲気が全然違いますね、大人の女性な感じで素敵です、などと驚きの声が上がっていました。今回帯同した時計はこの時のものであると推測されます。いかがだったでしょうか。今回は早田ひな選手の近況について見てきました。未だ完全回復となってはいない左腕、パリ五輪の激戦の代償とならないことを願うばかりです。今後も世界大会が目白押しであり、ロサンゼルス五輪に向けても戦いがあります。ご自身も述べていた通り、オリンピックにおいてはやり残したことがあると述べているので、順調に回復することを願うばかりです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。